総統民選期の中華民国とは、中華民国統治時代の台湾のうち、中華民国総統の選出方法が国民による選挙となった1996年3月23日以降、指す、台湾の歴史のうち、中華民国統治時代には2つの経過がある。第1期は、中国国民党による一致党独裁の過能性で、国民党時代である。 この国民党時代は国境内戦下で南京に政府があった時代と国境内戦後に台北に戦とした後に分ける場合もある。そして第2期は相当以下の政治家が国民の選挙によって選出される民主国家時代である。中華民国政府は中華民国を中国の国家、自政府を中国の政府と定義し続けているものの、 相当の選出方法が民選になったことにより政府存続の正当性は中華民国憲法に基づいて成立していることから選挙によって示される台湾地域の国民の民意に基づいて成立していることへと変質し国家の存在定義の建前と政府の正当性の現実とが乖離するようになったそのため国家の存在定義の建前と 政府存続の正当性の現実とが乖離した1996年3月23日以降の中華民国の政治体制を中華民国第二共和制と呼称することがある。総統民選期になると与野党の政権交代も起きるようになっている。このように総統民選期の到来によって台湾は国民党一党独裁という冷戦体制から脱することとなった。 1990年代前半の離島期、総統時代に本格化した中華民国の民主化の結果、外省人に対する本省人の政治的地位が向上したこともあり、台湾では自らを中国人ではなく台湾人と認識する台湾人意識が高まった。台湾人意識とそれに伴う本土化により、2000年の総統選挙では台湾人意識を強調した。 陳水平元台北市長が当選し、台湾政治の本土化が進んだ。さらに李登輝前総統らが中心となり推進された台湾マサナ運動及び台湾独立運動の活性化がこの時期認められる。その一方で台湾独立に反対し、中華人民共和国との現状維持を主張する中国国民党や新民党の野党勢力も、 外省人を中心に強く支持されており、国会に相当する立法院では、与野党の勢力が均衡し政局運営が不安定となり、中国統一か台湾独立かで国論の二分化がより進化した。混迷する政局中、人水編は公民投票により台湾の将来を決定する政策を発表2003年6月建設中の 原子力発電所の工事中止についての是非などを問う住民投票を行うと宣言した。これを受けた立法院は2003年11月27日公民投票法案を審議採択した。採決は全38条について築上形式で行われた。最も注目されたのは法の適用範囲に関する条項であったが、この条項に関しては民進党案ではなく、 国民党、新民党案が賛成多数で採択された。このような台湾での政治行動に対し、一つの中国政策を堅持する中華人民共和国は、台湾独立の動向を牽制することを目的に、台湾独立には武力行使も辞さずという態度をとっている。2004年に実施された最初の公民投票は、中華人民共和国以外にも、 中台関係の現状維持を望む日本、アメリカ合衆国、フランスが難色を示したこともあり、その投票内容は非常に曖昧なものとなった。また、投票結果が結局法廷の有効投票率50%未満で無効になっている。再選を目指した、陳水編は2004年の総統選挙に出馬したが、政局の混乱や台湾経済の停滞などにより、 国民党と支持率が拮抗していた。しかし、投票直前の銃撃事件などで同情票を獲得した陳水扁は、かろうじて過半数を獲得して再選されたが、その得票率の低迷はその後の政局運営の困難さを予想させる結果であった。今回も当選を果たせなかった国民党は中国共産党と距離を保持する民進党に対し、 国民党は親共産党路線を展開し、党首の連戦が北京を訪問し、1948年以来に国境両党首による会談を実現させるなど、共産党中国経済に深く依拠している台湾再会への支持を図っている。また沈水編の娘婿のインサイダー株取引や、夫人の不正経費処理問題により民進党への攻撃を強め、民衆による 大規模な反鎮水編デモへとつながっている。こうした中、鎮水編と民進党主席の座を争って敗れた、セメイトクが離党、反鎮水編運動を展開するなど、民進党の内部分裂も進行している。民進党も2008年の総統選挙を睨んだ、統制を立て直しを図るが、民進党自体が、独立系、民主化勢力が、 大同団結して決闘された経緯もあり、両岸問題について意見の対立が存在するなど、党運営は難しい局面を迎えている。努力するものの、もともと様々な独立、民主化勢力が融合して、党を作ったという経歴もあり、また断固独立を目指す右派と、現状維持を良しとする左派との対立も表面化するなど、政治経験の薄い沈騒党には、 苦しい展開が続いている。また国際政治環境も台湾に大きな影響を与えている。共産党は民進党のゲアを望み国民党との経済重視の対話路線を展開し台湾世論を反独立へと誘導していると言われている。アメリカ政府もイラクでの中流問題などを抱え、 中華人民共和国との協調路線を維持すべく台湾独立に反対との立場を改めて強調しており2007年8月に中華民国政府は国際連合に対し台湾名義での加盟申請を提出した際に両国政府が不快感を示したことで台湾の本土化を推進する民進党政権への打撃となっているまたそれまで台湾を支援していた中南米諸国でも 経済的影響力を増しつつある中華人民共和国への接近も認められ2007年8月に行われた沈水編による中米公式訪問でも大きな成果を上げることなく帰国している2008年の総統選挙をめぐっては国民党は外省人、本省人を問わず支持されている前9代北市長を候補者に擁立し政権奪取を目標に掲げ 当選し、共産党との協調を交流拡大を掲げる国民党へと政権交代が実現することとなった。2008年5月、政権交代により国民党が8年ぶりに政権を奪還した。それまでの台湾の本土化を推進と、それに伴う両岸関係の悪化を招いた陳水平政権に対し、共産党中国との協調と交流の拡大を 政策方針とする姿勢転換が行われるものと考えられている。2012年1月、現職の馬総統が民進党の祭司を破り再選。2016年中華民国総統選挙と第9回中華民国立法院選挙が行われた。2016年に政権交代が起こり史上初の女性総統である蔡英文総統が誕生した。 再政権は一つの中国を否定する方針をとっており対中関係は悪化。そのため、中華人民共和国は台湾を孤立させるために中華民国と国交を結んでいた国への経済援助等で国交を樹立する方針へと切り替えた。断交のドミノが起こり2019年10月現在、中華民国と国交を結んでいる国は15、過国にまで減少している。 2018年8月にはアメリカで台湾旅行法が成立するなどアメリカとの関係が強まっている。内政では、戒厳令時代の真相究明や少数派言語の保存、アジア発となる同性混合法化など進歩主義が進んだ。2017年、国民党政権時代の白色テロ等人権弾圧の実態解明のために移行期の正義促進条例が成立した。 同年5月には、同性婚の不許可は、意見の判断が司法院からなされ2019年5月に合法となった。2016年台湾南部で死傷者600人を超える地震が発生。2018年には、可恋県を中心に死者7名を出すマグニチュード6.1の地震が起こった。2018年12月25日、中華民国国語以外の言語の地位向上を認める。 法律が可決される。2020年1月11日に投開票が行われた総統選挙で蔡英文が800万票以上を獲得し再選した。ありがとうございます。